ボールをキープできない。しかしデザインがこぼれ球を拾っている。シュート、キーパーのパリウカビッタがボールを拾ったのがドナドーニ、入ってるんですか。ユベントスにいた頃から、前線の方で汚れ役、中に切れ込んできた、ドボール倒されました。いい位置ですよ ね、ただ先ほど達也さんおっしゃった通り、ここで蹴る人がいないという。一旦下げました。さあドナドーニ、ドナドーニ右で、では今の、ドナドーニのシュート、意外性ありましたからね。マリオカ、これどうしたんでしょうか。ブラインドだったんですか。セーノがちょっと遅れました。拾ったのはドナドーニ、中央にマッサーロ、少し下がったところにいます。もう一度ドナドーニしてますよね。そうですね、私の持ってる小さなイタリア語の辞書で引きますと、わらくずという意味があるんですね。ストロッパからドナドーニ、ドナドーニしつこいマークに合っています。このマークは返したがダメ。さあさらにドナドーニのシュート、いやこのシュートどうでしょう。もうこれはもう、このまま